のラフラフ。皆さんラフラフ、今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。パーソナリティのことぶきみなこです。この番組はカジュアルという意味のラフと笑うという意味のラフをモットーにお送りする、ことぶきみなこの自然体ラジオプログラムです。さあ12月ですね。流行語大賞も発表されて、一気に年末感出てるかな、どうかな。なんか今喋ってる自分的には本当に2023年が終わってしまうことが信じられないんですけれども、どうですか皆様、師走してますか、師走ってますかどうでしょうかね。それこそクリスマスシーズンとしても大盛り上がりな時期ですから、今年結構あのクリスマスマーケットとかやってるところ多そうなので、とりあえず行くだけ行きたい、あの空気を味わいに行きたいなと思ったりしてますしね。少しずつこうお家で家なりへみたいな感じで、こうクリスマスの飾り付けを外にねやってる人とかも見たりとかしたので、ちょっとねクリスマス感も堪能していきたい季節ですね。ね、暖かく過ごしてください。では番組始めていきましょう。ことぶきみなこのラフラフ、今夜も私らしくナチュラルにいきましょう。ことぶきみなこのラフラフ。もしもし、今なサーティワンのアイスクリームとハリーポッターがコラボしててな、それこないだ食べて、ちょうどあやひがライブお疲れ様みたいな感じでね、サーティワン券みたいなやつくれたのね、500円券。それであのハリポタコラボのアイスを食べたんやけど、めっちゃ美味しかったね。なんかこう甘いこうキャラメル味の、バニラとキャラメル味のアイスに、そこにホグワーツのそれぞれの量のカラー、例えばあのグリフィンドールやったら赤とか、あのハッフルパフやったら黄色みたいな、そんな感じでキャンディーも4色入ってて、なんかねすごい見た目からもホグワーツ感、ハリーポッター感を感じる美味しいアイスでした。幸せやったな。それじゃあまたね、バイバイ。始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。寒い季節に食べるアイスね、これまた美味しいよね。いやー可愛いし美味しいっていうのがね詰まってて、しかも12月から、私が食べたの11月だったんですけど、12月からまた第2弾のコラボが出るって書いてたので、それが私もまだ知らないんです。もうこの時にはねもちろん発表になってるし、食べた人もいるかもなんですけどね、味がどれぐらい変わるのかとか、なんかグッズが違うのかとか、カップが違うのかとか、なんかそういうのもね楽しいですね。いいね、なんかやっぱハリーポッターの世界観はちょっとクリスマスにもすごく似合う感じがします。でクリスマスで言うとですよ、私は今回、今年のクリスマスは音楽朗読劇ボイサリオンスプーンの盾に出演します。12月20日と12月25日に出演するんですけど、こちらお稽古ですねしてきました。でこれ面白いのが、やっぱキャストが総勢38名ぐらいいるんですね。でそのうち、まあキャストは4キャスト、4人キャラクターが出てくるので、それぞれの公演に4人ずつって感じだから、結局そのいろんなパズルがあるので、お稽古も結局パズルみたいな感じなので、同じ日にやる方とほぼできないんですよ、一緒に稽古っていうのが。だから私がお稽古させてもらったのが、えのきくんと高木渉さんと平田博明さんっていう、もう一緒に稽古してるけど、もうこのメンバーで一緒にこの作品をやることはないっていうのが本当に不思議な気持ちで、もう今日が本番なんじゃないかっていうぐらいの緊張感を持ってですね、稽古にも挑ませていただきました。いや楽しかったですね。もうお稽古の段階でも楽しかったとか終わってないんですけど、これからなんだけど、すごくね楽しみになったし、やっぱお腹がすくスプーンの盾という、まあ、演目的にもね、タイトルにもスプーンが入ってるように、あの料理で外交をしたアントナン・カレームという人の、実在する人のお話で、それをまあ脚色だったり史実を元に書いたものだったりとか、いろんなものが詰め込まれた話になっているので、こうね実際想像しながら聞いていても、台本を読んでいてもすごくお腹がすくので、
タイミングが合うのであれば何かを食べてから見に来た方が、もう見終わった後も必ずお腹が空くと思うので、感激中にもうお腹なりそうってなる前にちょっとね、少しでも何かご飯食べてきて見るぐらいがもしかしたら感激にあたってはすごくおすすめかもしれません。私が演じさせてもらうマリー自身も盲目の女の子ではあるんですが、とても味覚だったりとか聴覚がすごく優れていて、それをアントナン・カレームに買われて一緒にこうアントナン・カレームのこう一番弟子として料理を勉強している身ではあるんですけど、そんなねカレームに対してもこう救ってくれた人でもあるし、こうちょっとお姉さんだったりとか、なんかそういう面倒を見てあげようっていうたくましい感覚もある女の子だなって思ってますので、すごくね演じるのが今から楽しみです。ぜひ音楽朗読劇ボイサリオンも足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではここでメールご紹介したいと思います。まずはラフラフネームコロナちゃんからいただきました。コロナちゃんありがとう。みなちゃんラフ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 金星で会えたら見ました。こちら映画ですね、 Netflix にて配信になっております。こちらのミアの役をですね、私が吹き替えを担当させてもらってます。メールに戻ると、作品の経験を重ねるたびに憂いのあるセリフの説得力が増していて、作品そのもののストーリーはもちろんですが、ミアの言葉の端々に心を打たれました。すごく自然で心にしみるいい演技でした。うまいが当たり前になってきた感覚です。本当に素敵、ありがとう、嬉しい。自分のためだけでは人ってなかなか変われないなって思うけど、誰かのためならこんなにも変われるんだなって、カイルを見ては私もそうだなって改めて考えたりしました。物語の終盤はファイナルファンタジー13-2のエンディングのセラを思い出して、まさかと思ってちょっとびっくりしちゃいました。余談ですが、ミヤです、メッセージをお願いしますって留守電ボイス、めっちゃお気に入りです。ミナちゃんのスマホの留守電ボイスにも、これにしたらいいと思います。ミナコです、メッセージをお願いします。めっちゃいいと思いますと提案もありがとうございます。そうなんです、Netflix にて公開に配信になりました、金星で会えたら。もともとアメリカでは普通に劇場でも公開になってた映画なんですけどね、こちらも本当にミアはですね、主人公の女の子で、そのカイルに出会ってまたミアもいろいろ変わっていくし、カイルも閉じこもってた殻からどんどん出ていくっていう、その2人の成長変化をすごく感じる、ロードムービー風になっているんですけど、今回一人で収録だったので、実際カイル役は小野賢章くんがやってくれているんですけど、小野賢章くんが先に撮ってくれていたので、その賢章くんの声を聞きながらミアもついていくっていう感じもありつつ、ミアがずっと喋ってるのでそこはかなりハードなものでもあったんですけど、今思うとそうだ、これね誕生日の日にちょうど収録してたんですね。だからなんか誕生日プレゼントのような作品だなと私自身思ってますので、ぜひまだご覧になってない方は見ていただきたいです。よろしくお願いします。そしてラフラフネームルリーラピースさんからいただきました、ありがとうございます。みなちゃんこんばんラフラフ、こんばんラフラフ。先日何かと人から褒められる日がありました。あー素敵、人から褒められるのは嬉しいですが、こそばゆくもあります。自分としては当たり前のことをしていると思っていましたが、そういうところを評価されると嬉しいですね。みなちゃんは最近人から褒められたことはありますかと。嬉しいねルリロピースさん。いやもうこれはルリロピースさんにとっては自然なことかもしれないけども、その当たり前をね、みんなが当たり前にできなかったりとかしますので、それは誇るべきことだと思いますよ。素晴らしいルリロピースさん。私が最近褒められたこと、そうですね、なんかそういう意味ではやっぱりここ最近もライブ見ましたとか、そのライブを見に来てくれてたスタッフさんとかも直接会えてなかったから感想を今言ってくれる方とかが多いので、やっぱそこの褒められることがすごい多かったのはやっぱ嬉しいことかなと思います、ここ最近ね。で、なんだろう、褒められるとか、それこそここできなかったねとかも、そういうのも飛び越えて、うちのプロデューサーの人はもうね、もうなんか
とりあえず盛り上がった方がいいなと思ってみたいな感じでなんかこう何もリハとかも見ずに本番だけ見に来てくれたことがあって、なんかすごいそれって信頼されてるんだなとも思ったし、もうショーとして普通に楽しんでくれてたって、これもしかして一番の褒め言葉、なんか褒められてることなのかもしれないって思ったらすごく自信になった一つでしたね。嬉しいよね。なのでね、なんか褒められたいから褒めるってわけじゃないけど、自分もやっぱり褒められると嬉しいから、なんかあこれ素敵だなって思ったことはね、お互いにどんどん伝えていくといいかもしれないですね。ということでもう一ついきますかね。では、ラフラフネーム T シャツに口紅さんからいただきました。ありがとうございます。みなちゃん、ラフ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 。この間電車で片道2時間ぐらい出かけた街に、中古レコード屋さんが集まるところがあるので、何店舗か巡ろうと行き込んで、まずは1店舗目を物色していました。するとそこで長いこと探していた大滝栄一さんのレコード9枚組のボックスを発見しました。相場としては数万円する商品なのですが、何気なく値札を見るとなんと9000円。確かに箱には傷みや折れがあったり、付属品の本が欠品していたりと、安さの理由は納得するものでしたが、付属品の本は単品で入手済みだし、別にレコードさえ聴ければいいので購入しました。しかしレコードが9枚組が立派な箱に入っているとなると超重いのです。そこから他のレコード屋を巡ったり、帰りの電車に2時間また乗ったりしている間も、そのレコードが私の腕にのしかかり、翌日は主にその9枚組を持っていた左腕は筋肉痛になっていたほどでした。みなちゃんが最近手にした重いものは何かありますかと。いやそれは重い。なんかさ、ずっとなんか最初はいけるかもって思っても、長い時間そのやっぱ重力がかかることによってどんどん負荷がね強まってく感じありますよね。でもすごい巡り合いでしたね。おめでとうございます。よかったね、2時間行ってね、いい出会いがあったなら本当よかったですね。すごい。確かにそれだけ巡るの楽しいけど、お洋服買ってる時とかよくあるのよ。やっぱお洋服屋さんでそれこそ買い物をすると、もう最近はもうあの袋もいらないですって感じで、全然あのお洋服も自分のエコバッグに入れる感じにはなってますけど、なんかこう紙袋でいただく時とか、やっぱ紙袋がかさばったりとかして、もう肩がね、その服自体そんなに多分重いわけでもないんだけど、なんかこう全体になんだろうね、あの量が多いから、なんかその一着一着の重さはそんなになくても、肩にのしかかった感じ、なんかこううん、ずしんとくる重さが、それがね歩けちゃうからこそ、歩いてる間にどん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 負荷がかかって、次の日肩こりがすごいとか、そういうのはあるし、しかも私ね最近あの車を修理に出しているのもあって、その今までだったらなんかお買い物に行くにも車で買いに行くとかがあったんですけど、その重い荷物も自力で持って帰るが前提になったりとかして、で極力自分が持ち運べる量しか買わないぞって決めてるから、いつもスーパーに行く時とかもガラガラこうカートを押して買えたりもしますけど、もうカートを押しちゃうとめちゃくちゃ入れちゃうから、なんかもうとにかくカゴを常に持つようにして、そのカゴに入れて持てる範囲だけ買おうみたいな感じで決めてるんですけど、それでもねやっぱり今持っててるだけで長時間持ってるとどんどん来るっていうのはあるから、最近手にした重いものね、あ、加湿器かな。やっぱこの季節ないともう生きていけないと思って、まあ奥にしまっておいた加湿器をそろそろ出さなきゃと思って出したんですけど、やっぱり広いリビングとかをがっつり覆ってくれる加湿器なので、あれは10キロのお米ぐらいはするかな、余裕でっていう感じのものを運ぶのは結構ね辛かったなと思いましたね。みんなもね、だからそういう時に腰やったりとか首やったりとかあるから気をつけてね、みんなね。ということでメールありがとうございました。ことぶきみなこのラフラフ。続いてお送りするのはこちら、みなこプレイリスト。
こちらは私ことぶきみなことリスナーの皆さんでラフラフオリジナルのプレイリストを作っていこうというコーナーです。毎回プレイリストのテーマを発表するので、そのテーマに合うのはこれだというのを書いて送ってきてください。個性豊かなプレイリストがねできそうで、今回のテーマはこちらです。2023年のマイベスト〇〇。あー、これを紹介した時、最初ねテーマ発表した時はもう2023年終わっちゃうのなんて言ってましたけど、そんな季節になってまいりました。リスナーの皆さんが今年どんなものにハマっていたのか聞いてみたいと思います。では早速いきましょう。まあね、曲だったりアイテムだったりいろんなものが出てくるのではないかなと思います。まずはこちら、ラフラフネーム我が輩は人であるさんからいただきました。私の2023年マイベスト〇〇は、3月に行われた野球の世界一を決める WBC での日本優勝です。確かにね、本当だね。大谷選手をはじめダルビッシュ選手など豪華な面々の侍ジャパン、私のベストゲームは準決勝でのメキシコ戦でのサヨナラゲームです。4対5で負けていた状態で大谷選手がツーベースヒットでチャンスを作り、吉田選手がフォアボールでつなぎ、ダイソーに周東選手が出て、今大会では不振だった村上選手が逆転サヨナラヒットを打ったシーンは興奮しました。また侍ジャパンの世界大会での活躍楽しみですと。確かに今年はスポーツなしでは語れないですよね。あー、本当ですね。熱い。もうなんかちゃんと私今回の WBC そういう意味では見れてなかったんですけど、もう今の話だけでめちゃくちゃ熱いですね。上がる。続きまして参りましょう。そしてラフラフネーム青さんからいただきました。ビバンです。あー、ドラマですね。私の2023年マイベストドラマはビバンです。ここ最近はドラマを見ることが全くなかったのですが、ビバンは面白すぎてハマりました。人にもおすすめしまくって、友達の家に集まって鑑賞会などもしました。今年の楽しかった思い出ですと。わー、いいね。あー、すごい。ちょうどね、この間街を歩いていたら、その街はね、そのなんかすごい夢の話みたいな昔々あるところにみたいな感じですけど、その街はなんか多分秋はハロウィンがあるからなのか、カカシをなんかいろんなアイテムを使って作るっていうのがその街の恒例行事で、でそこにビバンのドラムさんのカカシがありました。そう、デイサービスのおばあちゃんたちが作られたと書いていたので、すごい。それで私ビバン見てなかったから、アキちゃんにわかるってアキちゃん見てたから聞いたら、わあ、すごいすごいクオリティだって写真送ってきてくれて、あ、本当だってなったぐらい、やっぱビバンというドラマが影響力大きかったんだなって思って、はい、見てたので、ちょっとこれ私も見てみたいです。ありがとう。続きまして、こちらラフラフネーム頑張りたくないさんからいただきました。デカラです。へえ、なるほど。2023年マイベストはデカラです。デカラとはサントリーが販売しているデカビタ C とダカラを組み合わせたサウナ用ドリンク。販売自体は去年からありましたが、僕は今年に出会い、爽快な喉越しと口に広がるデカビタ C の風味、そしてダカラのスーッと心地よく喉に落ちていく後味にハマってしまいました。あー、美味しそう。サウナの時には気持ちよさそうだね。確かに。あとデカラとさ、お風呂屋さん行くとオロポっていうのがあって、オロナミン C とポカリスエットで一緒に飲もうみたいなのもあるよね。なんかそういうのやっぱり C も取りながらね飲むのはやっぱいいんですね。素敵。続きまして、ラフラフネームカイトさんからいただきました。勇気を出したこと。ほう、こちらはですね、2023年のマイベスト勇気を出したことは、20万のベースを買った瞬間です。すごい。今年の初めからベースを習い始め、ずっと初心者用を使っていたのですが、そこそこ弾けるようになったので勇気を出して楽器屋さんでいいベースを買いました。つい先週のことなのですが、今年一番緊張しました。確かにね、値段もさることながら、やっぱり楽器屋さんで本当に買うんだよなって、なんかこう自問自答をずっと繰り返すよね。買うって決まってるし、決めてるんだけど、
わあ、相棒だね。これからそのベース、名前は何か名付けたのでしょうか、カイトさん。もしね、名前あったら教えてください。はい、ラフラフネームコロナちゃんからいただきました、ありがとうございます。2023年のマイベスト都道府県を紹介します。もう今年は旅したなという1年でした。47都道府県中今年だけで26も行きました。宮崎では海の方まで自転車を漕いだり、金沢から富山にかけてのドライブコースでときめいたり、春に行った奈良の吉野山ではまさかの葉桜を見ることになってしまったり、にゃーん。そんな中でも今年のベストは沖縄県。ゴールデンアワーの初解禁日にたまたま行くことができて、海辺で日の入りを待ちながら曲を聴いた時の感動は、まさに私のセンスオブワンダーが発揮された時間でもありました。いいですね、マイベスト都道府県、沖縄県ね。いい、なんかこう物語とか、この1年のコロナちゃんの行動力を今全て感じた感じがしますよね。いやー、私もやっぱまだまだ巡りたい県というか、まだ行けてない県がありますのでね、行きたいなと思ったし、いや沖縄はやっぱ持ってるね。沖縄でちゃんとさ、いいお天気でその日の入りでセンスオブワンダー発揮される瞬間を感じられたのは素敵だと思います。ありがとうございます。ということで、たくさんありがとうございます。では最後にですね、私ことぶきみなこがプレイリストに入れたいものを発表します。マイベストスポーツ、その中でもバレーボールです。こちらね、あの今年初めて実際会場でバレーボールを生で見て、こんなに面白いのかと。私やっぱ小学生の時とかって自分もバレーボールやってたし、なんかこう一時期ね、そのバレーボールのシーズンになったらやっぱテレビでバレーボールが放映されてるっていうのが当然で、で日本チャチャチャみたいな、ああいうのやってるのをずっと見てた。それを自分が実際に会場に行って同じように体験する、なんかそれをやっぱ、あの時にテレビで見てたものはこういう体感だったんだって。他にもね、今年もあのバスケ見に行ったりとか、あとはテニスももちろんですけど見に行ったりとかいろいろありましたけども、中でもやっぱりバレーボールは衝撃的でしたね。なので今年の、私のマイベストスポーツはバレーボールです。それも付け加えてください。ちょっと WBC の話のおかげで思い出しました。そうですそうです、それにしました。ということで、今回のみなこプレイリストいかがだったでしょうか。素敵なね、今年の思い出をみんなが教えてくれて、シェアしてくれたおかげで素敵なプレイリストになったのではないでしょうか。次回募集するテーマは地元ふるさと自慢の〇〇。年末年始に帰省する人も多いはずということで、地元の名所、ふるさとの味など、その地域の人しか知らない自慢の〇〇を教えてください。以上、みなこプレイリストでした。ことぶきみなこのラフラフ。お送りしてきました、ことぶきみなこのラフラフ。そろそろエンディングの時間です。みんなのね、今年1年をちょっとずつ振り返れて嬉しいです。なんかもともと私、マイベスト〇〇はそれこそドラマにしようかなと思ってて、マイベストドラマ、あのドラマのワンピース、ネットフリックスで配信になったあれがもうめちゃくちゃ好きで、なんだろうね、もうイニャキくんが大好きすぎて、もうルフィ演じてるね、だからイニャキくんのインスタ見るたんびに元気になるし、なんかほんとルフィみたいな人なんだなって思って、それこそその小田先生にインタビューしに行ったイニャキくんの動画とか、真由美さんとこう対談してるイニャキくんの動画とか見たりとかで、英語も結構聞き取りやすかったりもしたので、2週目見ようかなって思ってたぐらいなので、すごくね、私的に胸熱で元気をくれた映画です。映画じゃない、ドラマです。すごい好きです。さあ、他にもね、きっとみんないろいろあると思うので、今年の思い出とか引き続きあったらぜひメールも送ってください。番組ではですね、番組の感想やメッセージなども何でも OK なのでお待ちしておりますよ。裏吹きホールでの私からの質問は、個人的これだけは絶対 NG なことといえばです。メールたくさんお待ちしております。メールアドレスはみなこ@セカンドショット .jp、みなこ@セカンドショット .jp、みなこは
は数字の375です。たくさんのメッセージお待ちしております。そして番組では公式 X やってます。私の直筆コメントをラファエロがアップしてくれますよ。ことぶきみなこのラフラフで検索してチェックしてください。よろしく。そして私からのお知らせ、ファースト EP キュリオスが現在発売中です。そして音楽朗読劇ボイサリオンスプーンの盾に出演します。私が出演するのは12月20日水曜日13時の回と12月25日月曜日18時の回になります。間もなくですね。会場は日比谷シアタークリエです。ぜひ素敵な時間をお届けできるよう頑張りますので、ぜひ日比谷シアタークリエにお越しください。お待ちしております。そしてですね、毎月連載させてもらっておりますことぶきみなこのねほりはほり月刊ニュータイプさんにて連載中なんですけども、ここ3ヶ月ですね、ずっとスフィアメンバーについて語ってきてました。で、今月発売がちょうどあきちゃんのお話です。なのでこの3ヶ月であやひ、はるちゃん、あきちゃんそれぞれについてね、たっぷりインタビューしていただいてお話ししているので、ぜひとも月刊ニュータイプさんもゲットしていただいて読んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけでそろそろお別れのお時間です。ことぶきみなこのラフラフ、ここまでのお相手はことぶきみなこでした。またね、ラフラフー。